さて、今回も最新動画をアップ。今回のテーマはこちら。もちろんラジオを語るのはこの男。 CD レコード総所持枚数1600枚、ビーズブラザー歴22年、ビッグゲーマニア、ユークスタートスタの YouTube。皆さんどうもおはこんばんちは、ユークチューブのお時間でございます。お相手のユークスターダストです。今日はですねスタジオを飛び出しまして、こんな感じで、動画の方を撮影してみようかなと思ってるんですけれども、今日は、何時だろう、5時過ぎてるところですね。今日は2015年1月22日です。稲葉さんのですねソロライブですね、宮城の公園の方に来ておりますけれども、こちらの方に、これから、参戦したいと思っております。せっかくなんで、今日はですね、こういった感じで会場の様子をちょっと、見てみようかなというか、ちょっと紹介してみようかなと思っております。決してネタバレはなしで、やりたいと思いますので、お願いします。今日はね平日ということで会場が遅いんですね。19時、夜7時からの会場ということで、まだ、この時間でもこういった感じで物販の方、やっております。これね、グッズ売り場の列なんですね。自分は今日もお昼過ぎくらいに到着してたので、もう早めに買ってもう待機しているという状況なんですけども、こういった感じで、グッズ売り場ですね。ご利用のお客様、列外れていただきまして右側からご入場ください。ご入場ください。ご利用のお客様、右側からご入場ください。こういった感じでもう遅い時間になってきましたけども、今日の、宮城県久しぶりに来ましたけども寒いですね。非常に寒くてすごい凍えそうな感じにはなっています。たまにこういう外ロケいいですね。こういった感じでじゃあ次回もやってみようかなと思うんですけども、本当に寒いです。せっかくなんでこれもねあるから明るいんだろうけどね、いいんだけど、せっかくなんでツアートラックの方にもちょっと顔を出してみたいなと思います。本当に雪ですよ。宮城でここまで雪降ってるのも久しぶりだなっていう感じ で、これ月、この時間でも月がね結構綺麗に出てます。歩きながら話すのは久しぶりですね。実は昔、こういった感じで外ロケもやったことはあったんですけども、こういった感じでライブ会場をね様子をこう やるのは初めてなのかな。こういった感じで結構遠いんですね。ツアートラックの場所まで遠いという、感じなので、歩くのが大変です。来ますね。まだこの時間でもやっぱりブラザーさんね、車が来てますけども、駐車場がちゃんとあるのでここの会場は、車で来ても大丈夫というような、感じですね。遠い、しょうがないですね。でここはね宮城の積水ハイムスーパーアリーナ、来るたびに一時期名前が変わっていたということがあって、2008年のアクションツアーで来た時に、ここはホットハウススーパーアリーナだったんですね。でその前に来た時はグランディ21っていう名前だったりとかもしてたんですけども、ライブでもね稲葉さんが来るたびに会場の名前が変わってるとかって、言ったこともあったなという記憶もあります。そんなこんなで、来てますけども、たどり着かない、今駐車場から遠いよねとか疲れるよねとか今そういう声が、聞こえてきましたけど、本当にその通りで、こういった感じでなってますけども、まもなくですねツアートラックの場所に、たどり着きます。あと警備員さん寒いのに大変だよね。外今日3度とか、確かそんな感じの気温だったんで本当大変だよねと思ったりもしてるんですけど、ちょっと今日はこういった感じでもうノーカットでねお送りしておりますが、ようやくですねツアートラックが見えてきましたけども、暗くて分かんねえかな。谷底になっているので行けませんが、ツアートラックです。こんな感じですね。5時なのでもう2時間後の回になりますけども、もう2時間何してようかなという感じですが、こんな感じで簡単な感じでいいかなと思います。たまにはこういう外ロケということで、2時間後ですけども、このライブの方ちょっと楽しんでいきたいと思います。ちょっと日中やっぱり漏れとかがあったりとかして、それも楽しんだりもしてたんですけども、駐車場本当ねすごいですよ。ここもう入っちゃったら結構1時間以上かかっちゃうくらいの場所なので、大変です。まあそういう感じでブラザーさんね、ツイッターのフォロワーさんだったりとかと、お会いすることもできたりして、非常に、嬉しい日だなと、思っております。まあ、こんな感じでいいかな。今日はね宮城の方に参戦なんですけど、来月は新潟の方にも参戦しますし、あと千秋楽にも参戦します。なので、せっかくの新潟と千秋楽の様子なんかもこういった感じで、撮影できればいいかなと思ったりもしてるのです。ということで今日は、こんな感じで終了させていただきたいなと思います。お相手はユークスターダストでした。ではまた次回お会いしましょう。お疲れ。